とゲイの最後の演目をご紹介してまいります。最後は高寺漫才でございます。漫才地球地という、まあ、組踊りがあります。その中から、まあ、派生して生まれてきたまあ、琉球舞踊でございます。実は古典芸能、宮廷舞踊なんか踊れるものはこれは琉球の古典芸能でございますけども、象踊りというのが新しい古典芸能でありまして、さらに創作舞踊というのがまたあって、で民族芸能、大きく3つ4つに分かれるわけでございますが、この最後の踊られる高寺漫才は、まあ、組踊りから生まれてますので、古典芸能の中に入ってくるわけでございますね。そうですが、すごく物語性があります。漫才姿、この漫才姿っていうのは、まあ、いわゆる、旅芸人ですね。旅芸人の姿に身を移しまして、そして自分の親の仇であるですね、この仇を、まあ、探しながら、旅をしながら見つけて、とうとう近づいて最後は、まあ、やっつけるというですね、そういう物語の中から生まれてきた踊りでございます。今日は三代目玉城誠義さんが踊ります。高寺漫才、大きな拍手で最後の踊りです。よろしくお願いいたします。
Thank you.
ありがとうございました。今一度大きな拍手よろしくお願いいたします。三代目タロウズ正義さんで、高寺漫才でございました。面白いですね。昔の人たちの踊りというものは、やはりこう全てに洗練されている、踊りでございまして、振付所作、そういったもの一個一個もっと皆さんに、細かくご説明して、あげられたらですね、またさらに興味が増すのかなという思うところありますけれども、